今回はウォーキング50分相当をたったの1分で同じ効果が得られるヤジロベエの応用編としてヤジロロールを紹介していきます。頑張って歩いてる気出せない、辛いエクササイズは長続きしない、だけど何か運動しなきゃいけない、そういった方におすすめなメニューになってます。ヤジロベエというとウォーキング50分を片足立ちでバランスを崩しながらキープすることで歩くよりもしっかり筋肉がつけられるエクササイズなんですけども、そこで今回はちょっとハードな方法になります。一緒に頑張ってみましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、ヤジロベエをした状態で足を動かすヤジロールを紹介します。このエクササイズはテレビを見ながら、歯ブラシをしながら、信号待ち、家事をしながら、あんまり歩かなかった日、そういった日に活用できるやり方になります。スマホを持って1分経つだけです。各足を行いますので合計2分、動画を見ながら一緒にやってみてください。このヤジロベエを行うことによって股関節周りの筋肉がしっかり鍛えられて、歩くスピードが上がったり、歩幅が広がったり、足の裏のバランスが良くなったりして、効果的にエクササイズが行えたり、日常的な消費カロリーを上げることができます。足組む癖がある、足のどちらかに体重を乗せてしまう癖がある、そういった方は股関節周りの筋肉が弱っている証拠です。今回のヤジロール一緒に頑張ってみましょう。それでは紹介します。通常ヤジロベエというと片足立ちであらゆる方向に足を動かして片足でバランス取るエクササイズです。今回は片足立ちで膝を曲げた状態、このまま股関節を内側外側ぐるぐる回します。これでキープです。結構辛いです。バランスを崩したらスクワットをして元の位置に帰ってください。楽しみながら辛いエクササイズです。頑張ってみましょう。周りに物がないところで行ってください。それでは各足1分ずつ、これだけでいいです。頑張ってみましょう。いきます、スタート。足はできるだけ高くです。回す方向は真似しながらでもいいですが、1回ずつでもいいです。大きく回してください。手でバランスとってもいいです。軸足は少し曲げてる方が下半身が鍛えられます。これがね、こんなに股関節回しませんよね。ほとんどの方がね、コリコリになると思いますが、コリコリになる人があまり動かしてない証拠です。しっかり動かしながらやってみてください。太ももがね、細くなりにくい人は太ももの奥の筋肉が弱い証拠なので、こういったね、スクワットではなく足を上げる筋肉を鍛えてください。あー、結構きつい。よーし、オッケー。いやー、それでは反対です。頑張りましょう。いきます、スタート。いろんなね、ヤジロベエやってきた方はだいぶバランスが取れるんではないでしょうか。やったことない方はね、いろんなヤジロベエのしてますから、いろいろね、試してください。動画を見ながらね、こうやって動かすだけです。頑張ってください。結構ね、これ足がね、上がんなくなってくると思います。これはスクワットよりも足だけの重さなので、負荷が軽いのに疲れるということは、足のね、奥の筋肉がね、弱い証拠、上がんなくなってきた。あ、きつい。足が上がんない、やばい。やばい、あと少しになるとバランス崩す。あともうちょっと、頑張って。うわーしゃ、うわー。あー、股関節だるい。キャイーン。ヤジロールお疲れ様でした。普通のヤジロベエよりもやっぱりね、足をずっと上げてるんでね、お尻と股関節と太もも疲れたと思います。しっかり股関節を動かすことで、最近歩くスピードが速くなったなとか、歩く歩幅が広くなってきたなっていうのを実感できると思います。そうなってくると消費カロリーが必ず上がっていきます。エクササイズをしている時だけの消費カロリーではなく、何もしてない時、日常生活での消費カロリーを上げるってことがすごく痩せることにはつながりやすいです。足のメニューというのは週に3回ぐらいが目安です。腹筋ばかりやってしまうとか、
足が気になるからスクワットばっかりやってる、そういった感じではなく、使ってない筋肉を使うことというのは少しで鍛えられますから、代謝を上げることにもつながりますんで、今回のヤジロール取り入れてやってみてください。頑張ってバランス取れたよ、2回足ついたよとか、動画の感想をよかったらグッドボタンとコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。